こんばんは。高尾さやかでござんすです。ござんすです。高尾炭治郎さん、サトルンさん、タマさん、良平さん、マイセンさん、ヒラリンハットさん、ナオナオさん、ノブさん、シンジさん、大西くん、アオちゃん、クモハさん、ナリバーさん、ロックオンさん、リクトさん、ちくわドーナツさん、ヤシマリュさん、メガバイトさん、セイヤンさん、きれい、ありがとう。うっかりやんこさん、いときんさん、さとうやん、とっつあんさん、ミシェルボーイさん、りんさん、ありがとう。はっちさん、ガチメン推し、F 渋谷さん、ありがとう。足これすごいね。あ、なんか変わってる。なんか何回目の訪問みたいなやつが、あなたと本人にのみ、え、表示されとる。すごい。すごびっくりした。あ、1週間くらい前から嘘。そうなの私今日からそうなんだ。今気づいたわ。私今日からです。私、大丈夫って言っていいのか分かんないけど大丈夫です。なんだろう、なんかフォローしました、フォローしましたも出るんだ。え、フォローしましたも出るんだ。え、悪くな、良くなりました。昨日やるか、昨日は本当に歩けなかったんですけど、今日は全然歩けるし、だからそうですね、全然。だから今日はでも終わった頃、やっぱり僕の対応の声のレッスンだったんで、結構ほぼ足を使うから、そう難しかったですけど、まだむずないように頑張ります。ちょっとなんか最後らへんはちょっとね、なんかね、あー、ちょっと痛いなーと思ったけど、まあ大丈夫です。熱い足湯がきますか。ちょっと配信終わった後足湯でもしようかな。あ、そう、救援は絶対ないです。では、先輩はないです。大丈夫です。なんかね、どうにもならない時っていうのも、時もあるかもしれないけど、私は気持ち的には、しないっていうのがもう一つの目標。あるから、明日は強風。あ、そうなんだ。
そうなんよ、かかとが痛いから本当につま先立ちしたら痛くないんですよね本当にそうなんですよつま先立ちだったら痛くないんですよね。まあでも頑張ります。うん、そう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 、バレリーナになるしかない急にバレリーナになっちゃうありがとう、やっぱり見てくれてる方と来てくださる方に絶対に今の自分を見せたいからな。あ、そうなんだ。 100% の雨ってすごい強そうだけど、そんなになのかな。あ、思った。そう、 CD 花は誰のものの生写真なんだっけ、限定なんだっけ、飲むなしになんか CD ショップさんのどこだったらこのコンビの生写真もらえるよってやつがね、早急発表された。 100% って絶対増えてくるよね。うん、 100% 増えてくるよね。なかなかないの。 90% なら結構見たことあるけど。そう、私はね、ぐるぐる王国さんで高尾さやか、リッセ、ももかです。売り切れてた。あ、そう、え、タイプ B 通じれば売り切れてた。え、あ、そう、店舗特典っていうのかな、なんかその場所で買ったら CD とは別にまたその写真がもらえるんですよ。ぐるぐる王国さん、ももちゃんと私でアボカドコンビの、結構なんか公式、インターネットでも買えそうだけど。そしてあとアマゾンさんの EC サイトに千穂さんと私です。千穂やん、やん千穂。あと最後、キング e ショップさん、キング e ショップさんで、あいこと私です。ヤンヌ、チホヤン、ヤンチホンヌ、ヤンヌ、ヌーヤン、ちょっと待って、いっぱいあるって。何通りある、何通りあるん。ヤンコジ、コジヤン、何通りあるん。ちょっとしっくりくるやつしっくりくるやつあるかな。なんで私はももちゃん、千穂さん、あいことですね、今回は。ぬやん、そんな感じでこじゃる。通常版 B です。どんな写真かな、気になって探すけど写真載ってはないんだよねなんか写真本当に気になる。なんか私もさ、なんかファンの方がなんかハッシュタグ高尾さやかつけてなんかツイートしてくれたりとか、それを見て見る感じ、あ、こんな感じなんだみたいな。すごいドキドキだよね。だから多分一番最初にその絵柄を見るのは多分私じゃなくてファンの方なんだよね来週はパネル、あ、そう、パネル気になる。
なかったのが早いよ。あ、そうですね、 B 期間の締め切り今日までです。お忘れなく。声が好きです、ありがとう。なんか今日ちょっと枯れとる気がする、声が。あ、思った、カレンダーもなんかこんな感じですって感じのがあったかな。パネルまだですよ、29日から、肉の日から。オリジナル卓上カレンダー。あ、まだ好評受付中。あ、まだ好評受付中。あ、ほんとよかったん。サンプルめっちゃ爽やかですよ。卓上カレンダー、千代さんが写っとるね。こんな感じってことは、私はあんな感じ私はあんな感じか。ジャケ写のやつ、千穂やん。たくあん、たくあん卓上私何月かな、私何月かな。あ、ね、なんかそうだしね、美人だね。あ、いうえおじゅん。あ、そうなの。何月とか関係ない。あ、そっか、別で、別のやつか別で見くれるやつだすみません、忘れてください。毎月ですね、毎月ファンの方からしたら毎月です。変えちゃダメだよ私のから。そう、自分次第のやつ自分次第。ワン太郎丸さん、炭酸せんべいさん、キックさん、まいせんさん、タコ、ありがとう。株式会社 MHI さん、サモトラ家のニケさん、テイエールさん、鳥取太郎さん、アキラさん、ユーチャンズさん、トシヤさん、チュンタさん、ありがとう。いつもかわいい、ありがとう。エブリデイサイアン、エビデイ。確かにお話し会で確かにお話し会用にも使えますね。なんかお話し会で時々そういう飾っている方いらっしゃるわ。そういえば確かに、なんか推しグッズとして使えますよね すごいな、なかなかないグッズ。メンバーが変わってもね、使えるめくり忘れ注意だね、ですねあ、そうだね、ゆきりか神業チャレンジっていう番組ね。そうだね、風をまとうてるごとのやつとサイアンって、ありがとう。独り言のやつも好き、めっちゃ。あの鼻のやつだよね、めっちゃ好き
キリカすごい、ニキリカすごいな。太鼓の達人テルさん、ナオナオさん、ヒデのヒデさん、ナンバのシャトさん、ペンギンありがとう。まだかかと運動したら痛いです。日常生活は痛くない。大丈夫です。ねえ、やっぱり春はなんか断捨離の季節ですね。断捨離の季節で合ってるかわかんないけど、そうだね、明日と明後日公演ですね。なんかチャートリーと僕隊があるの、なんかなかなかに珍しい。なかなかないよね。チャートリー僕隊はあるけど、チャートリー僕隊はなんか、ペンライトは赤と黄色で。あ、でも明日はそうだ、ちごさんの生誕祭とさこちゃんの生誕祭だから、そうだ、ペンライトはそうですね、ちごさんとさこちゃんのペンライトだ。僕隊ね、久しぶりですね。最近はユニットが多かったもんな。赤と黄色だよ。あ、心の中でありがとうございます。ちごさん何色だっけ。青だっけ。青白、あ、水色か、水色と白、かわいいね、色合い。で、さこちゃんが熊。さこちゃんは熊ちゃんというイメージが強いね。水落としようってもうめっちゃ STU だね。クマ、さこちゃんはクマ。あ、ありがとう。パステルブルーとライトピンク。パステルブルーとライトピンクです。淡い色って感じなのかな。すごい、パスブとライピンねってすごいね、ライトピンクってなんか薄いピンクかな。パステルブルー、なんかパステルなブルーなんかな。薄いん。とりあえずパステルカラー、パステルな感じ。
サイリームのカラー、国彦さん、アーツさん、ケンタロウさん、ヒラニーさん、ヒサトさん、ありがとう、ペンギン、ありがとう、あー空の色ね、かわいい。楽しみー。あら、なかなかね、難しいよね。赤と黄色も可愛い、ありがとう赤と黄色も可愛い、見つけやすいよ、めちゃめちゃ似てる色があんまりないから目立つよ、めっちゃ、もうめっちゃ広い会場でもめっちゃ目立つ。確かに、なんか赤と黄色の方が周りにおったらなんか安心するよね、あって思うよね。私もなんかコンサートとか行った時にさ、なんか村重さんのグッズとか持ってる方いたらなんか勝手に親近感湧いてたもんね同じ推しだみたいな。待ってます、気をつけて、明日雨 100% だから。そう、私始まったらすぐ見つける。まず最初に赤と黄色のペンライトの方を探して、え、まず私ペンライトの色見るかもしれん。パーってステージをパーって見渡して。なんかそうだね、ペンライトの変えたらすぐ分かるね。あれ、あっちに赤と黄色あったはずがないみたいな。あれ、うちはもう見るよ。うん、そうそうそう、あれ、マッキーさん、ソウルメイトさん、ナオキさん、ありがとう。ありがとう。わ
すこれからのスケジュール。え、待って、もう3月終わるね。もう3月25だもん今日。早っ早っ。明日明後日でしょ。で、4月2日に僕とやって、15にアイオン神奈川と、神奈川でのライブがありますね。あさっては福岡ですね。福岡でのライブですね。そう、あと時期会とかある。充実。僕恋ね、僕恋、はい、楽楽さん、僕恋楽しいよ楽しいよ。あ、そっか、明日ってなんか始まるのが少し遅いんですね。1時半からと6時45から なんですね。どうぞ目ですね。あ、かわいさまそう。です。ラーメン食べたいな。そう、なんか今日はつけ麺食べた。つけ麺買った。
なんか魚介のつけ麺食べたくなる。わかります？食べたくなるんだよね。魚介美味しいよね。あんまりね、最近までっていうか食べたことなかったんですよ。でも食べてみてから結構ハマりますね。食べたくなる。今日は魚介の気分かなとか。つけ麺、なんか麺が好き。麺、この前みちさんになんかさあやいつも麺食べてるイメージみたいに言われた。私麺好きなんや。ラーメンとかパスタとか、そう、うどんとかそばとかつけ麺とか、お好み焼きも麺好き。あ、そう、シューナイス担々麺。あー、確かに。パスタは作るっていうかも、作るときはなんだっけ、あ、そうなの、お好み焼きの麺だよ。なんだっけ、いつもね、玉ねぎサラダとツナ買って、それでなんか和風系のパスタ作るときある。それはいつもその作らないとできない味だから。そう、冷やレイパスタ。レイパスタですね、合うんですよ。あ、冷製パスタ。冷製パスタ食べますね。それ美味しい。パスタはもうレンジ派に変わったもん。茹でるっていうよりかレンジで、専用の容器があってそれにする。そう、サラダパスタみたいなやつ美味しい。ツナとマヨとコショウを混ぜて、めっちゃ混ぜて、でそこに玉ねぎサラダ、なんかパックで入ったやつもそれを入れて、で、そうそう、で、容器に水と塩入れて、で、パスタのやつ、麺入れて、で、レンジで温めたらもうできるんですよ、麺が。で、最後に麺入れて、全部に和風ドレッシングを結構かける。それが私の好きなパスタ。良き味がする。え、本当に簡単、めっちゃすぐできるよ。10分くらいできる。なんかレンジで温めるのに10分くらいかかるんですよ。いや、麺折らない折っていれない。その間に全部作って、そのお皿で、あとは麺できたら麺入れてって感じ。釣り犬さん、健太郎さん、
綺麗、ありがとう。三八さん、ホタテ様、ありがとう。いいこと聞いた。ぜひぜひ。なんかさっぱりしたい時は食べてみてください。最近はそう、ピリ辛ドレッシングのサラダパスタもハマってる。最近のコンビニの新商品あれも美味しい。それはコンビニだけど、あ、そう、タッパーみたいなやつだね。そうそう、ピリ辛ドレッシング、なんかね、辛いの、キムチ系の辛さは好きなんですよ。で、ピリ辛ドレッシング、どんな味なんだろうと思ったんですけど、美味しかった。トマトとツナの冷製パスタ、あ、私も好き、それ美味しいよね。アーシャの横顔サーヤン綺麗、え、横顔サーヤン沖さんとのやつか。ピリピリピリ辛って感じ、本当にペペロンチーノなかなか食べないかも。なんかそのペペロンチーノ、なんか野菜炒め作った次の日になんかパスタにちょっと変えて作ってた時はあるよ。なんか私福岡にあるなんかびっくり亭っていうお店があるんですけど、それが本当にめっちゃ好きで、それをなんかやっぱり福岡にしかないから、そこ福岡のほんとローカルなんですけど、ローカルのご飯なんですけど、広島にないからなんか食べたくなって作ってた時あった去年だからそれを作った時はその次の日はパスタにしてた。福岡しかない。美味しいよ焼肉。なんだろう、なんか鉄板の上にキャベツとあれ肉、何肉だっけな、肉があるだけなんですよそれだけだけど美味しいんですよね。キャベツと肉で、なんかお好みで辛味噌がある。美味しい。何肉かは分からん豚肉かな。豚肉かな。あ、福岡住み、食べてみて。でもあのあれがすごい、ニンニク結構あの香りがすごいですね結構すごいので、なんかもつ鍋もめっちゃ入ってるよね、ニンニクって。意外ともつ鍋は入ってる。なんかあんまり感じないけど、餃子も入ってる福岡結構福岡って結構あれかあれなんかな、
ご飯結構全部全般的にかもしれんけど結構ラーメンもラーメンも入ってるえ、エコかって結構あれあれニンニク激増し餃子食べてきました。すごいねスタミナ抜群。ガーリックライス、私ガーリックライス食べたことないんですよ。どんな味がするんだろう。豚の肩ロースありがとう。ニンニクチューブでもしかしてゆみりんさんゆみりんさんニンニクチューブのすごかった、すごかったな。キムチも入ってる、あ、聞く聞く、キムチも入ってるらしい。そうそうそう、すごいよね、チューニンニクチューブ。でも美味しいですよね。なんか普通にフライパンで焼いた時のニンニクめっちゃいい香りするもんななんか食欲出るよね。ガーリックライス食べたことない。やば、お腹減ってきた。やばいやばい、またまた皆さんお腹を減らしてる。やばやば、ハームンさん、サトルンさん、オノピーさんありがとう。そう、香ばしい。あ、待ってます。最近ほんとリンゴジュースを飲みたい、いい気持ちが強い。リンゴジュース最近来てる。え、皆さんマイブームってありますか？マイブームってなんで、なんだろう、自分の中のそのなんかあれですかね、あなたのマイブームはって聞かれたらなんかすごい迷う。マイブームなんだろう。結構自分では気づかないもんね。あら、あらあら、あらあら、サーヤンが多いですねラーメンとかぬか漬けとかいいですね。私なんだろう、あ、最近のマイブーム分かった。氷を入れるジュース、氷ジュースに氷入れて飲む、最近のマイブーム。とりあえず氷を4個入れる。お腹冷えるの良くないよ良くないよって4個。今まであんまり入れない入れない、今まで入れなかったです。美味しい。梅ジュース好き。私もさ、梅ジュース飲みたいよね。なんかだんだんそうそう出てくるかな、夏。
夏にが近づいてきたら結構梅系出てくるよね。梅ゼリーとか。まだまだ氷作ってるよ。梅ゼリー美味しいよね。そう、梅ジュース作っとるのいいな。私梅ジュース待って、梅ジュース作ろうかな。私自分で梅ジュース作ろうかしら。瓶がいる。瓶を入れれるほどの冷蔵庫が大きくないかもしれん。どんな冷蔵庫？梅ジュース。え、梅ジュース市販売ってるの？作ってみたいな、なんかなんとなく。作り方、梅シロップか。梅シロップのレシピ。青梅。この梅見たことあるわ。そうね、これ作るときは配信で作りますね。梅の黒いヘタを一つずつ取り除く下ごしらえを行います。結構大変だ。さらに 1,2 時間ほど乾かすと良いです。急に 1,2 時間乾かす時間が必要になる。ヘタを配信始めてヘタ取って、それではこっちここらで1時間2時間待とうと思います。やばいやばいやばい。でうん長すぎる。ここまで準備ができたらあとは簡単。なるほどね。あとは保存瓶の中で氷と砂糖と、あ、氷砂糖と交互に梅を入れるだけです。なるほどね。氷砂糖を作るんだ。それが溶けたら出来上がりなんだ。3日くらい経ったら梅の色も多少くすんでいきます。定期的に瓶を混ぜること続きます。うん、待って、これ10日間かかる。10日間かかるよこれ。1週間から10日ほどでほぼシロップが上がってきます。結構長期的だったわ。ん？そして 2、3週間後くらいから梅ジュースなどで楽しむのがおすすめです。 2、3 週間かかるわ。 2、3 週間、1ヶ月半
ちゃ美味しそう。とりあえずめっちゃ美味しそう。美味しそうだけど結構難しいね。でもこれシロップできるとするじゃないですか、1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいかかって。その後さ、期限とかどんぐらいかかるんだろう。1週間の期限とかあったらちょっと期限あるのかな。ひと夏はいける。3ヶ月ぐらいはいける。あ、そっか、半年は持つ。結構持つんだね。作ってみようかな。1ヶ月必要なんですね。でも作ってみたいな、やっぱり。とりあえずこの青梅なんか、青梅青梅。お、青梅を取り寄せることからの始まり。瓶を消毒します。瓶をそんなに消毒する。熱湯で煮沸消毒します。私はここでちょっとくじけそう。瓶を煮沸消毒したことがない。お湯で茹でるん。お湯で茹でるん。瓶を全部入れるってこと、お湯の中に。大きい鍋が必要。言っちゃった。梅ジュース買った方が早いって言っちゃった。熱湯かける、片面ずつ。瓶の中に熱湯入れればいい。あ、そうなの？それでいいのかな？じゃあポットで温めて沸騰させて、それを瓶に入れたらいい。それでいいの？それでいいん？だとしたら話は別だ。だとしたら話は別だ。同じこと2回。じゃあそれをして、青海を水で洗って梅のヘタを取って竹串を使ってヘタを一つ一つ取り除きます。結構これ難しいですね。ヘタを取ることでえぐみがなくなる。冷凍庫で一晩冷凍。氷砂糖。氷砂糖って何？氷作るときに
砂糖入れたらいい。まあでもここまでしたらもうあとはまあ様子見しながら、え、あ、スーパーに売ってる。普通に売ってる。あんと砂糖売り場にあるの。あ、氷みたいな砂糖。まあ様子見しとけば、まあ、1ヶ月できたらできるんだね。漬け込んだ梅ジュースを湯煎のお湯で15分程度沸騰しないように加熱殺菌してから、アクをすくってから冷まして冷蔵保存してください。え、またさらに1ヶ月経った後もまた殺菌するん。そこから梅ジュース完成です。どんだけ美味しいん。この絶対この出来上がったジュース絶対美味しいよ。梅ジュースの保存は冷蔵庫がベスト。きちんと密封すれば1年間はお楽しみいただけます。すご、1年間。でも殺菌したらってことかな。殺菌したら1年間。難しい。絶対美味しいよね。材料を用意する。瓶も必要だな。高尾特製。梅ジュースで、え、殺菌しないと本当にやばいんだね。腐ってしまう可能性大。怖い。見た目じゃわかんない。ね、酸っぱくてもさ、梅ジュースって酸っぱいんだなって思う。逆に買ったらどうなんだろう。逆に買ったらどうなんだろう。梅シロップ、結局はこの梅シロップはあれですよね、
誰かが大事に作ってくれた。まず買ってみてそれから決めようかな。梅3本セット1万円ちょっと本当に飲みたい。美味しい？美味しそう。聞いてくれてありがとう。あ、明日待ってます。A ちゃん、キツネさん、ありがとう。そうだよね、一回ね、なんかレモンのシロップはね作ったことがあるんですよね。なんか家でカフェみたいな感じで飲みたくて作ったことあるんですよ。それはすぐできた。1日でできた。もうレモン切って鍋に入れてで煮て完成。それで完成。簡単だった。多分砂糖入れたりとかはあったと思うけど、梅ジュース結構難しいですね。ねえ、梅って意外となんかあれなんだね、こう殺菌とかが重要。ウーバーチさん、カムカムさん、ありがとう。いつか作ってみたいな。え、そうなの。そうだね、梅のありがたみをまた知りましたよ。梅のポテチ食べる時も梅のジュース飲む時もまた思い出すね。梅のおにぎりも好きだよ。梅の花も好きだし、本当に手間がすごいんですね。梅のおにぎり美味しいよね。いつでも食べれる。なんか年中、年中食べれる。そう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 、梅の梅味の中も知ってる知ってる、めっちゃ好き。
ありがとう。うめえよね。うめえね。明日の僕と私おりますよ。おります。結構後ろの方にいます。見つけてください。面白い。よろしく。なんでそれ。梅とコーラ飲んだことない。美味しいの？梅とうなぎをやばい。あ、食べ合わせね。なんかあれか、いろいろあるのか。食べ合わせとかな、結構あるんだね、人間って。私なんか何も考えずに食べるからさ、気をつけなきゃ。結構あるんだよね。なんかわかんないよね、それ知らないとさ、ま、味的に合わないとかわかるけど。嘘。とりあえず小学校の頃はそう、梅のお菓子、なんか何、なんか梅がお菓子になっとるやつ、なんて言うんだろう、をほぼ毎日食べてた。カリカリ梅か。え、そうなの。めっちゃ食べてた。梅練りも食べてたよ。梅シートとか、なんかもう本当に何かと全部食べてたから、多分その印象が多分あって、お母さんに。だからお母さんがお菓子くれるとき、いつもね、そう、小さい頃から本当にそんな感じだった。ごめん、本当に。小梅ちゃんも食べてた飴。梅干しは甘いのが好き。蜂蜜の梅が好き。蜂蜜の梅が好きだ。なんかよく親戚のが蜂蜜の梅を送ってくれとった。そう、美味しいよ。梅ジュース、なんかこの前ロケでしそジュースの飲んだことあります。手作りの、めっちゃ美味しかった。しそジュースだっけ、なんだっけ。
いし、なんか手作りのジュースっていいなと思ったんですよね。美味しかった。ツイッター、フォローしてくれたら嬉しいです。ツイッターとインスタ。そう、なんか今日、なんだろう、インスタ。なんかサラちゃんの友達が私をインスタで見て知って好きになったらしくて嬉しい。サラ、あ、清水サラちゃん、そう、嬉しいよね、伝えてくれた。すごい、インスタの投稿を続けていこうと思います。ありがとう。フォローありがとう。インスタ、インスタフォローしてくれたら嬉しいね。え、なんか本当にいろんな方が見てくれとるんやなって。フォローありがとう。やっほー、やっほー。だんだんと次は何を投稿しようかなと思っとる。次は何かな、何にしようかな。片思いのプリンスさん、ありがとう。高尾炭治郎さん、ありがとう。今日はドラマチックで、あ、そうなのすごい、いろんな、毎日本当にいろんな日があるよね。良いですよ。福岡ね、3月終わるな。早いな、本当に早いですね。もう4月だ。なんか4月ってやっぱりなんか再スタートって感じがする。新年度か。なんか新年度ってドキドキしますよね。なんかよしって感じがする。出会いと別れ、
から新年度。え、早い。そうなの、なんか1月よりもね、なんかね、なんか新しい年が来たんだっていうかそれはないかなんかね、再スタートっていう感じがするよね。年度末感じない。でも本当に風が暖かくて春だと思う。なんか風が暖かいの好きかも。あ、そうです、 B 期間の期限今日までです、お忘れなく。あと40分ぐらい。いや本当に学生の時はクラス替えが本当に心臓に悪かった。クラス替えってめちゃめちゃなんかじゃない、なんかさ順番に焼いていくよね。高尾さん何組みたいな、花粉大、今んとこ大丈夫ですとかは多分今んとこまだ大丈夫。え、名簿だったっけ、あ、紙に書いてってこと、あ、貼り出される、あ、貼り出されるスタイル。え、私でも口頭だったよ。じゃあ今からクラス発表しますっていう感じだった。え、貼り出される系、え、発表系、私はフ張り出される系はあれ、席替えの時、席替えの時になんか先生がその明日くら、うん、明日席替えの時の前日に帰りの会が終わった後にじゃあ貼っとくぜみたいな感じだった。確かにハリーポッターみたいだね、なんかグリフィンドールみたいな。あ、席替え、そう、くじ引きしてその結果をなんか先生が集計してみたいな、なんか本当になんかくじ引きしてそれに自分で名前書いて、それはなんか多分個人で交換しないようにすぐ没収して、で先生が次の日にみたいな感じ。そうそうそうすごい、めちゃめちゃ固くなにきっちりしてた。くじ引きですね、くじ引き。多分その場で移動とかだったらなんか多分ね、交換するからじゃない。でも目が悪いとかは特例だった、目が悪い人はこう交換みたいな。担任の先生、担任の先生も多分、え、どんな感じだったかな。高尾さん前多かった目が悪くて。教室に入ってくるまでわからない、なんかそんなサプライズ登場ね、本当に眼鏡かけてって感じよね。ちゃんと眼鏡かけてたよ。
授業中だけ。いや、もう本当に目が悪すぎて、本当に眼鏡かけたらね、目がすごい、そう、うん、そうそうそう。みつるんさん、たかきさん、ありがとう。目悪いんですよね、私。目良くなりたい。目いいのいいな。じゃあ私はそろそろ終わりまーす。目良くなりたいよね。なんかマネージャーさんが目が良くて、めっちゃ遠いとこも見ててすごいって言ってたら、なんか視力なんですかって言ったら、もともと 2.0 だったけど 1.5 になっちゃったって。もう私と次元が違いすぎて1.5 ってかなりいいんですねすごい次元が違った、本当に。あ、そうなの？私も 0.01 以下ですね。やっぱネット始めたら、なんだろう、目悪くなるよね。そうだよ、私もかつては 2.0 の時期もあった。かつては小学校1年生ぐらいの時、目が良すぎて本当に視力検査をする、なんでするんだろうって思ってたもん。なんでするんだろうって。でも次の年にはもう見えなかった。えって思った。いや本当に小学校1年生ぐらいでも私インターネットを始めてましたもんね。早いよね小学校2年生ぐらいにも見えなくて、視力検査 DD みたいな。結構周りもみんな AA で、多分結構ね恥ずかしい。あれ小1でめっちゃ見てたよ なんか言わない？ A から D があるよね。え、言わんけ、そんな風に。 DD って当てないですよ。 DD じゃないですよ違う意味違う意味。だから本当に画面を離れてみましょうという感じです。よくお母さんが離れてみなさいって言ったけど、本当に離れてみた方がいい。
母さんの言うことはちゃんと聞かないとな。ね、何かあった時にほらお母さんの言う通りってなるけん、ちゃんと聞いとかないか。じゃあ今日の1位はまいせんさん、ありがとう。2位は南波のひさとさん、ありがとう。3位はけんたろうさん、ありがとう。4位はワンタロウマルさん。5位はいわちゃん。6位はなおなおさん。7位はロックオンさん。8位はきちねさん。9位がりんさん。10位がさとるんさん。11位がホタテ様。12位がちくわドーナツさん。13位が高尾炭治郎さん。ラクラクさん、イナッチさん、ゆうけにゃんにゃん、パトさん、エビスさん、ジャッキーさん、まさとしさん、アーチアン、F 渋谷さん、プチコちゃん、あおちゃん、大西くん、サンパチさん、セイヤンさん、シンジさん、メガバイトさん、ケリーさん、おへそさん、ナリさん、みつるんさん、ソウルメイトさん、ありがとうございます。レマちゃん、キイチロウさん、炭酸せんべいさん、ハンちゃん、ありがとう。では、ありがとうございました。